宇宙に生まれた元素たちが作り出した地球。元素たちはさまざまな環境で個性豊かな鉱物に姿を変えます。地球の中の不思議な宝物をお見せしましょう。ミネラルギャラリーへようこそ。この鉱物は実はよく知られています。7月の誕生石ルビー、9月の誕生石サファイア、2つの宝石は鉱物としては同じもの。コランダムです。コランダムは高度9、モースの高度計では高度10のダイヤモンドに次ぐ硬さです。酸化アルミニウムの鉱物として科学的にも安定しており、19世紀からは人工的に合成され、研磨材や機械部品、レーザーの光源など身近なところに使われています。しかしやはり本命は宝石。色が美しく透明で大きなものは昔から多くの人に愛されてきました。クロムを含んで色の赤いものをルビーと呼びます。これはスタールビーと言われる宝石の原石。磨くと中に含まれる針状の結晶が星のように輝きます。鉄やチタンを含む青色のコランダムはサファイアと呼ばれます。無色や黄色のコランダムには特別の名前はありませんが、宝石の世界ではサファイアと呼ぶことがあります。コランダムは硬くて丈夫です。長い時間を経て周りの岩石が土になってもそのまま残ります。サファイアの産地では土の中に原石が見つかるのです。珍しいものをご紹介しましょう。これはサファイアの産地スリランカで見つかったコランダム。3つの結晶が交差するように成長しています。これはゾイサイトという緑色の鉱物の中にできたルビー。タンザニアだけで見つかっています。コランダムが見つかるのは地下のマグマが姿を変えた火成岩や地殻変動で変化した変成岩の中です。ダイナミックな地球の活動が作る鉱物です。地下深くで生まれ地上に現れ、そして頑丈な結晶として残り、人が見つけ出し宝石となる。それは想像もできないような遥かな道のりです。